YTJP チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。桜田通りです。川島美香です。高校生ですよ。高校生にはいいんじゃないですか。だって大学の話ですから、うん、少し先の未来の。そうですよね。なんか大学の中で私はやってみたかったような経験でした。このドラマはすごいこう、まあ、四角関係であったり、うん、恋愛も友情もなんかいろんな迷いがあってこう進んでいくじゃないですか、未来に、うん、そういうのって、まあ、リアルでもありつつこのドラマだからこそ楽しめる展開があるので、そういうちょっとドキドキハラハラな部分を見てほしいです。どうですか。なんかでも一つの参考にはなるのかなと思っていて、うん、あの本当この物語って最後友情を選んだりとか、一人の男性を選ぶ、もう一人の男性を選ぶのか、それともまた違う未来が待ってるのかっていう未来を分岐していくものを、まあ、選んでいくシステムになってるんですけど、まあ本当今これをご覧の方って高校生の方なわけじゃないですか、きっと、はい、でそれで大学受験を控えてる人もいると思うんですけど、でも基本的にはこの作品はそんな重い話ではなく、うん、楽しい大学生のなんか友情だったり恋愛を描いていたりしていて、なんかすごい僕は大学なんか行きたいなって思いましたね。なんか自分が高校生の時にこれを見たら大学への夢が広がると思いましたし、やっぱ恋愛もそうだし友達もそうだし、まあもちろん勉強もそうだし、自分の夢に向かって選択していくっていうことをなんか少しなんか後押しできたらいいなと思って作品に関わっていたので、そういう目線で見てくださったら嬉しいですね。見てくださったら嬉しいです。本当大学とかは勉強だけじゃないと思います、私は、はい、その友情であったり多分一生続いていくものが大学の中には詰まっていて、やっぱそれを楽しまない手はないと思うんですよ。だからちょっとまあ緊張とか遠慮しちゃう部分もあるかもしれないんですけど、後悔しないように生活楽しんでほしいです。はい、でも全国の高校生の方はもう川島美香さんがこう言っているんで、そのように生きてくださいっていう。いやいや、あんまり信用しすぎるのも良くないですけどね。それで勉強おろそかになってないだけど。まあ大事なものはいっぱいあるから、大学で自分が人生で大事にしていきたいものをなんか見つけられたら素敵だなと今その言葉を聞いて思いました。